倉敷市水島緑地福田公園は、岡山県倉敷市水島エリアにある、倉敷市営の公園、スポーツ施設である。公園内の案内版休業日は元旦のみで、ほぼ年中無休で営業している。総面積は34万7000平方メートル、事業費は44億113万円。水島林開工業地帯の、 産業公害防止計画の一環として1971年から6年計画の事業として建設された。公害対策基本法に基づき、工業地帯と住居地域を分断する干渉力地帯を設け、健全な生活環境を確保する整備がされている。敷地内には各種競技施設のほかジョギングコース、広場、遊具、散策路などの施設が整備されている。 また公園内には、四季であるクスノキをはじめとする各種植物が植えられている。なお、隣接地には生涯学習施設のライフパーク倉ク敷がある。また、ファジアーの岡山 FC、ネクスファジ、三菱自動車水島 FC が陸上競技場やサッカーラグビー場で岡山県社会人、サッカーリーグや中国サッカーリーグ時代に主催公式戦を行ったことがある。 JFL では、少なくとも5000人程度収容可能なスタンドが必要であり、現在はそれらを充足していないため開催されていない。この他に、広場、遊具広場、池などがある。郵便番号712-8046岡山県倉敷市福田町古神殿2027。ありがとうございます。